んでいる時期が続いて、ようやく雨が止んだ。空に虹がかかる。みんながようやく待ち望んだ青空。ああ、やっと雨が止んだね。青空出てきたね。ああ、見て見て、虹が出てるよ。そうやって人が街の中に集まってくる。そうすると当然そこでお腹もすく、喉が渇く。そうやってお店がいくつも出てきた。それが日本の都市の始まりだ。そういう授業だったんです。虹、見ゆるところに位置を立つ。もう何百年も前の話です。それから2015年まで歴史が流れてきました。私はこの言葉を逆にしたいと思っています。位置立つところに虹見ゆる。位置立つところ、とても賑やかなところ、この東京という街です。1300人もの人が暮らしている、とっても賑やかな街です。その多くの人が集まっている街では虹が見える。私の言う虹は空にかかる虹ではありません。今日のこのイベント、そうです、皆さんがその持っているフラッグの色、多様性の象徴です。1300万人も住んでいる都市なのに、まだまだこの東京では虹がなかなか見えてきません。そんな都市にはしたくない。しっかりと虹が見える、誰もが多様性を認めてもらえる、自分が自分らしくいられる、そんな街にしていきたいと思っています。いつかそんな街にできたらいいね。いつかそんな時代が来たらいいね。そんな無責任な言い方をするつもりはありません。そういう都市を作るために、そういう時代を作るために、私も微力ながらこれからも行動していきたいと思います。皆さんと一緒に、これからも皆さんと共に新しい時代を作っていきたいと思います。ぜひ頑張っていきましょう。ありがとうございました。お父様、力強いスピーチどうもありがとうございました。これで来週のスピーチ終わりになります。毎度大きな拍手でお願いします。どうもありがとうございました。はい、この代表の山形です。山です、ありがとうございました。引き続き